国体から国スポへ変わったのは名称だけでない。佐賀県知事山口義則が語る佐賀2024の挑戦日本のスポーツ界に一席を日本のスポーツ界に一席を投じようという思いがありました佐賀県の山口将棋知事は言う写真国体が国スポに日本のスポーツ界を変える 佐賀2024の挑戦。この記事の写真を見る知事が抱負をそう語るのは、佐賀2024、佐賀県、だ。二つの大会からなり、9月5日に一部の競技が始まった国民スポーツ大会、国スポ、は総合開会式を10月5日に控え、全国障害者スポーツ大会、全省スポ、 は10月26日に開会式が行われる国スポに名称変更。変わったのは、昨年までは国民体育大会、略称、国体として実施されていたが、今年から国民スポーツ大会、略称、国スポに名称が変更された。だが変わったのは名前だけではない。変化したところは多岐にわたる。 例えば、アスタリスク開会式では整列しての入場更新から自由な入場にアスタリスク都道府県対抗に加え、新記録、最高得点、MVP など選手個人の活躍にスポットを当て、栄誉を称える表彰制度、The Good Player of Saga 2024の創設アスタリスク全勝スポにおいては選手に加え、 陸上競技の伴走者やボッチャのランプオペレーターにもメダル授与アスタリスクスポーツクライミング、バレーボール青年女子などでのナイトゲーム実施、アスタリスクオンライン配信を強化といったものが挙げられる。国体では都道府県で順位を争う団体戦の色が濃かったが、よりアスリートとアスリートをサポートする立場の人をクローズアップする傾向がうかがえる。 それとともに、夜間に試合を行うこと、配信強化等は大会を観戦しやすい環境を整えたと言える。行政は前例を踏襲する方向に流れがちでスポーツイベントも例外ではないことを考えても新しい大会と形容できるほどの大きな変化である。山口知事は言う、日本のスポーツ界はこれまで成功してきましたし、 様々な感動を呼んできました。ただ、世界のスポーツ界とは乖離があるんじゃないかという問題意識を持ち続けてきました。日本のスポーツ界は根っこにあるのが、体育で教育という概念が強かったと思います。戦後、日本が厳しい状況から復興していく中で、まず体を鍛えていこう。 体を資本に頑張っていこうという発想があったからですね。それも大切だと思いますけれども、世界ではスポーツシーンはみんなで楽しむものとしてある。スポーツというのは人の生き様だったり、魂を揺さぶるものだったり、明日への元気だったりするのではないでしょうか。試合ができず卒業するのは辛い、の声。それを形にしたのが、 佐賀2024ということになる。スポーツのあり方を変える試みがこの大会に限った話でないことは、近年、佐賀県がスポーツに力を入れてきたことに現れている。2018年、人材育成、就職支援、練習環境の充実を重点とした基本方針を策定。 佐賀から世界に挑戦するトップアスリートの育成を通じてスポーツ文化の裾野を拡大し、次世代トップアスリート育成の好循環の確立を目指す、佐賀スポーツピラミッド構想、SSP 構想に取り組んできた。アスリートの育成にとどまらず、スポーツをする、見る、支えるなど様々な形で県民が参加し、 スポーツ文化を広げるとともに地域振興にもつなげるものだ。その取り組みにおいて象徴的なのは2020年の出来事だ。コロナ禍で次々に高校スポーツの大会が中止になる中、約2ヶ月にわたり高校スポーツの総合大会、佐賀2020南スーダンポンド杯佐賀県高等学校スポーツ大会を開催したのだ。 高校生アスリートたちと話をしたのですが、一生懸命取り組んできたのに試合ができないまま卒業するのは辛いわけです。やはりスポーツは試合があって、勝ち負けという結果が出て、それをその後の人生に活かしていくのが何よりも大切なので、試合そのものがなくなるなんてアスリートには耐え難いことだと思うんです。医師会も含めてみんなで話し合って、 実現に至りました。スポーツ界での反響は大きかった。開催を喜ぶ声もたくさんあった。困難な状況にあって開催にこぎつけたことはスポーツへの熱意を物語っている。SSP 杯は継続され、今年5回目を開催した。スポーツへの取り組みはその他の事例にも見られる。日本フェンシング協会や日本山岳、 スポーツクライミング協会と連携協定を結び、県内施設を強化の拠点や試合会場として使ってもらっています。こういった取り組みもさらに広げて、もっと多くの競技で佐賀を拠点化できればと思っています。スポーツで稼げるアリーナ、それらの土台の上に、佐賀2024がある。佐賀2024は通過点です。 山口知事は語る、継続して取り組んできたスポーツ発展の過程にあり、だから大会後の持続性も考慮しているという。国スポが終わった後でもみんなに喜んでもらえるような施設やソフトが必要だと思います。例えば昨年オープンした NBA 級アリーナ、サガアリーナも、まずはスポーツで稼げるアリーナを作ることを考え、 最高の試合が見られるような観客重視の設計で、収益をアスリートに還元できるようなものを目指しました。今は SV リーグ女子の佐賀久サミスプリングスと B リーグの佐賀バルーナーズが本拠地としています。それとともにコンサートやコンベーションでの利用も意図して何度も打ち合わせを重ね、進めてきました。おかげさまでビーズや松任や由美さんのライブ、 ハニューさんのアイスショーなど、スポーツ以外でもサガアリーナが選ばれています。従来の枠を超えた取り組みの原動力をこう語る。スポーツの本質は挑戦にあると思います。我々も自由で、楽しく、すべての人を幸せにするスポーツの本質的な価値を伝えるための大いなるチャレンジをしているわけです。すべての人に、スポーツの力を、 行政が前例を踏まえたがるのは失敗を恐れるからでもある。だが挑戦しなければ進化はなく新たな価値も想像できない。それを知るから知事は言う。手本はないので失敗も色々あるかもしれません。でも失敗も次へ繋がる糧になると思っています。失敗でも成功でも、その結果を一つ一つ積み重ねていくことが大事で、 みんなで世界標準のスポーツのあり方というものを強く意識しながら、我が国のスポーツ文化の発展に向け、未来へとつながる取り組みを行っていく必要があると考えています。従来にない形を提示したいという思いがあるから、多くの人に知ってほしいと願う。スポーツにはやはりすごい力があります。 例えばパリオリンピックでも体操男子団体総合の劇的な金メダルがあり、一方で男子バレーの日本対イタリア戦で24から21とマッチポイントを握りながらそこから逆転負けした試合がありました。想像もしないことが起きるのがスポーツの良さであり残酷さでもあります。人生に似て、先がわからない。でも、 そこに一生懸命打ち込むから感動を呼ぶ。しかも、スポーツはする人だけではなく、応援したり、支えたり、スポーツビジネスなどで携わったり、すべての人がその素晴らしさに触れることができます。佐賀県は国体から国スポになって最初の舞台になりました。大会のメインメッセージは、新しい大会へ、すべての人に、 スポーツの力を、スポーツの本質的な価値に真正面から向き合った大会ですから、多くの人にいろいろな形で参加していただきたいと心から願っています。